こんにちは、おつぽんです。今回は私がいつも S6 やロードスターを止めているガレージを紹介していきたいと思います。結構こだわってアレンジして作ってあります。ガレージライフに憧れていて、素敵な感じにガレージを作りたかったので頑張って作ってみました。フェラーリのエンブレムが好きなのでフェラーリのものを結構飾ってます。で、まあイタリアの国旗とかハーレーとかミニクーパーとかちょっとレトロな感じのものを飾ってます。あ、ここにロータスを貼ってこれは、グアムに行った時に射撃をやった時のやつです。で、なんか S6 のパンフレットとかを貼ってます。ここにはロードスターのパンフレットとか S6 のパンフレット貼ってます。これがお台場のヒストリーガレージってとこで買ったポスターを額に入れて飾ってみました。で、レッドブルーを飾って、これ光るんですよ。あ、こんな感じでイタリアの国旗を飾ったりして、ハーレーの看板とかで、これはガレージに猫が入ってこないように猫よけのためにつけてます。これがお気に入りなんですけど、フェラーリのエンブレムを飾ってます。で、ライトアップしてます。で、これが同じ色で合わせた工具ボックスです。こんな感じです。で、ここにはフェラーリの旗を飾ってます。まあ、こんな感じで結構楽しいガレージライフができます。